こんにちは、塩さんでございます。今回は貝好きにはたまらない刺身酒場、横浜の野毛でおすすめのうまい海鮮居酒屋を紹介させていただきます。横浜の野毛、この日はまず今回紹介させていただく貝好きにはたまらない居酒屋から飲み始めました。1軒目に行くということでワクワクしながら訪れた貝と刺身専門の居酒屋。この居酒屋では生きた貝の水槽もあり、訪れると貝へのこだわりがめちゃくちゃ伝わってきます。そしていろいろ食べそうになります。貝専門の居酒屋となると実はありそうであまりないというのが現状です。そのありそうでない貝専門の居酒屋、それはこの交差点の近くにお店がありました。桜木町の駅からも比較的近いところにあります。そのお店はこちら、オープンな感じのお店、貝刺身専門店白原さんです。このような感じで1階にあり、めちゃくちゃオープンな雰囲気が入ってみたい気持ちを誘ってきます。ロゴにも貝が使われており、貝に対するこだわり、それが外からも伝わってくるような、そんなお店作りになっています。こののれんが風に揺れる、その雰囲気がまたいい感じですよね。見るだけで貝好きには入ってみたくなる、そんなお店になっていました。店内も雰囲気はおしゃれです。めちゃくちゃいい感じの雰囲気で、一度入るとまた行きたくなる、そんな安心感がありました。店内に入って、店内の場所によってはまず目につくこのサザエの水槽、サザエをじっくり見ていくと、そのサザエの大きさがすごいと思いました。でかいサザエばっかりだったんですね。この貝柱見ているだけで食べたくなりますよね。メニューはこちらです。じっと見ていくと魚の刺身、これがめちゃくちゃたくさんあります。本日の刺身として書いていますので、毎日のように変わる可能性がありますね。そして酒のあて、こちらもいろいろあります。貝の刺身は7種類この日ありました。さらに焼く貝、そして海おでんということで、おでんもあるんです。そしてマグロ料理、このマグロ系も本当おすすめに思いました。ポテトサラダも種類がたくさんあります。そしてこちらにもおすすめのメニューが書いていました。この手書き、これを見るだけで食べたい気持ちになりますよね。それくらいなんかいい感じの雰囲気がこの店内のメニューから伝わってきました。そして乾杯はもちろんビールでということで、ビールで乾杯を済ませてから最初の一品目をいただきます。それがこちら、生牡蠣です。こちら北海道の仙宝市というところの生牡蠣になっております。この生牡蠣、僕がこれまで食べてきた牡蠣の中で一番うまいと感じている生牡蠣の産地です。北海道仙宝市、この牡蠣が食べられる、これはありがたいです。身のプリプリ感、これがすごいですよね。大きさも含めて、もうこの仙宝市の牡蠣はもう会うと絶対に食べたくなる、それくらいに立派な牡蠣なんですね。そして食べると風味、旨味、食べ応え感、どれもたまらない美味しさなんです。一度食べると忘れられない、思わず声が出ます。続いてはワラサの刺身です。こちらのお刺身も盛りがいい感じですよね。この盛り方から楽しませてくれる、一種類だけの魚であってもお客様がいい感じに見えるように、こんな工夫がされていました。早速いただくと、身が締まっていてうまいんですね。もう一ついただくとその美味しさがわかります。そしてお
店の魚に対するこだわりが伝わりました。続いては地魚のなめろうです。このなめろうもまたうまかったんですね。ボリュームもすごい感じですよね。海苔を敷いた皿と重ねて登場しています。味噌の混ざった味わい、これがたまりません。もうお酒が飲みたくなる、そんな一品で、海苔に巻くとさらに美味しく食べられます。もうつまみにはたまらない一品でした。そしてこちら、本マグロ中トロのなめろうです。これがまたすごいですよね。この中トロのなめろうにも海苔がついています。海苔に巻いていただく、これがめちゃくちゃおすすめだと思います。最初このような感じでちょっと海苔がくっついちゃっていたんですが、この後ちゃんと海苔を取ってからいただきました。この海苔に巻いていただく中トロのなめろう、いい感じですよね。早速いただいていくと、脂の乗ったトロの旨味、そして海苔の旨味と食感がたまりませんでした。もう一度食べるとまた食べたくなる、そんな美味しさがある酒のつまみにめちゃくちゃいい一品であると思いながらいただきました。そしてこちら、海おでん地ハマグリということで、九十九里産のハマグリをこの日は使っているということが書かれていました。そして地ダコの串ということで、この2品をこの日いただきました。見ていただくと分かるように、おでんのつゆには海苔がたっぷり入っていました。早速いただいていくと、この染み込んだつゆの旨味と、そしてハマグリの食感がたまりませんでした。そしてタコ、こちらもやっぱり食感ですよね。その上で染み込んだ味の旨味、たまりません。続いては赤つぶ貝の刺身です。このつぶ貝、見ていただくと分かるようにボリュームがすごいですよね。一つの貝でこのボリュームはやばいです。めちゃくちゃでかくて身がたっぷり入っている赤つぶ貝、もうこれを見ただけでめっちゃ嬉しい気持ちになりました。貝が大好きなので、この貝殻からも大きさが伝わってきました。早速つぶ貝いただいていきます。食べるとまず食感がたまりませんね。この食感からつぶ貝の鮮度が伝わってきます。そしてボリュームがやっぱりすごいです。食べても食べてもまだあるよというぐらいにつぶ貝たっぷり入っていました。綿の部分もいただきますが、ここもうまいんですね。お酒が飲みたくなります。そんなこのお店に来るとぜひ食べたい一品であると感じた赤つぶ貝のお刺身でした。続いてはかつ赤貝のお刺身です。赤貝のお刺身、これ殻付きで食べられるところなかなかないですよね。これがまたいいなと思いました。赤貝の殻がしっかり盛り付けられていました。なかなかこれお店で食べると身だけしか見えない、それが多いですもんね。早速いただいていきます。身のコリコリ感、これがやっぱりたまりません。赤貝もやっぱり食感と旨味、これがポイントです。この切れ込みがいい感じです。さらに魅力はこの貝柱が入っていたことです。貝柱も食感と味わいがたまりません。珍味な感じです。さらにこの部分も入っていました。この部分も食感がほんとたまりませんよね。そして一押し、丸ごとレモンサワーをいただきます。このレモンサワーがまたすごいですよね。レモンの量がすごいのと、この入れ方がすごいなということを思いました。レモンのボリューム、見ているだけでもう濃さが伝わってきますよね。そん
な感じでレモンの味わいがめちゃくちゃいい感じに染み込んだレモンサワー、こちらをじっくりいただいて、その上でいただいたのがこちら、かつホタテの刺身です。ホタテの刺身めちゃでかいと思いました。もうこちらも貝柱だけでこれ4つに切ってるんですね。身のでかさがすごいホタテ、そう感じる、そんな魅力的な盛り付けになっています。食べやすい大きさにカットされていることも魅力の一つでもありますね。早速いただいていくとプリプリの食感、これがたまりません。もうホタテがめちゃくちゃ鮮度がいいということが伝わってきました。その鮮度が伝わる美味しさと食感、紐もまたうまいですね。この紐はほんと珍味でお酒にめちゃくちゃ合います。さらにいただいていきます。ボリュームもうまさもすごい、そんなホタテであると思いました。そのホタテをもう一つ今度は焼いていただきました。この焼いている場面を見るとまた食べたくなります。サザエもこの日食べようかと迷いましたが、2軒目に行くということで時間があまりなかったのでホタテだけにしてこの日は終えることにしました。見ているともうほんと食べたくなります。こだわりが伝わってきますね。そんな感じで出来上がった焼きホタテ、こちらです。どうぞご覧ください。名物かつホタテ焼きです。こんな感じに仕上がっていたんです。ホタテも食べやすいサイズにカットされていました。これは本当ありがたいですね。早速いただくとまずうまさがすごいと思いました。もうこの下にある汁ですね、この汁とホタテならではの食感と食べ応え、これがたまらないんです。改めて感じるこの磯の味わいが詰まった汁の味わい、食べるたびにお酒が飲みたくなる、そう感じるホタテ焼きでした。もちろんこの残った汁も飲み干しました。それくらいにホタテ焼きは最後の最後までおすすめですね。次は貝をもっと楽しもうということで、貝好きにはもっとたまらないなと思いながらお店を後にしました。今回貝刺身専門店白原さんでいただいて感じたこと、それは貝の種類だけでなく素材の産地についてもこだわりが本当にすごいお店だということでした。もうこの仙宝市の牡蠣があるだけで本当こだわりがすごいと思います。そして赤貝も殻付きで食べられる、これは本当になかなかないことです。さらにこの粒貝も本当感動しました。それくらいこだわりと鮮度が伝わります。さらに食べるたびに他の料理も食べたくなる、そういった一つ一つの料理に対するこだわり、見せ方、その楽しませ方、それが本当に素晴らしいと思いました。本当食べたくなる、そんな雰囲気作りがめちゃくちゃしっかりされている、そんなお店であります。もうこの焼いている場面も見ているだけで食べたくなりますよね。そんな感じでいただいた白原さん、貝以外にもこだわりと美味しさがあるということが伝わってきました。このなめろうたちがまさにその貝以外でめっちゃおすすめだと思った一品でもありました。そんな感じで貝好き、魚好きにはおすすめのお店、そう感じたこの白原さん、さらに野毛で1軒目に飲みたい時におすすめのお店でもあると思いました。それくらいに貝ということを中心に気軽に楽しむことができるお店でした。白原さん本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。